チャオス。どうも、ポルタです。本日ですね、アップデートのが来まして、こちらのレアガチャ新フェスゲン登場記念ゴッドフェスということで、こちらの方がね、先日の生放送で、全ユーザーに10レムかな配ってくれるということで、メールの方に来ております。まあちょっとラインナップの方を見ていきましょうかね。こちらです。レアガチャ新フェスゲン登場記念ゴッドフェスということで、こちらのに、公式のにラインナップのが載っております。で、今回の新キャラはこのカティアライネスで、メダルもらってると思うのでそちらの方で確定で一体はゲットはできますがという話でございますけれども、どうもって感じです。だからね、このシーウルフ、デイトナ、ロイヤルオーク、この辺のやつですね。ちょっとそっちの方が、特にシーウルフ欲しいかなというのもございましてございましてで、プリシラー持ってるのかな、と下の方はまあちらほら持ってると思いますけれども、欲しいって言ったらまあその 上の5体のうちの1個なんか出たら一番いいかなとは思っておりますけれども、まあ甘くはないだろうとで、あとはプリシラ、プリシラ持ってる方からクラウスとティオレ、俺この辺持ってないので、まあその辺のどれかが出ればいいのかなと思っております。はい、ということでこちらが来ますね。これかな、レアガチャ新ファスゲン登場記念ゴッドフェスかける10ということで、10回分聞けるということで聞かさせていただきたいと思います。ポチッ、何が出るかな、これ1以上確定なのか、確定ではあるっぽいな。頼むで。おお、いきなり飛ぶぞ。ちょっと待って、熱っ、激熱やな。おい、これこいつ持ってないっすね。あの早速言ってたやつ出たやん、激熱すぎるだろ。いきなり出るやつ、奇世界ドロップ、ありがとうございます、ありがとうございます。激アツやん、こいつ俺持ってなかったっすもん、クラウス。やったー、嬉しゅうございますよ。来たね、来てんね、一発目から。こいつですもんね。さあ、このままの勢いで、おっ、これ止まってく、おっ、え、嘘メンツーグ、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 これノーチラさんじゃないですか。あ、ロイヤルの方か、来てんねえ、来てんねえ、来てまんねえ。こいつもやべっすよね。よっと、これかなり神引きじゃないか。もうちょっと止まってもええんやで。まあそこまではいかない、そこまでうまくはいかないということで、でもやばいっすね。2体出たよ、2体。これ良かったんじゃないですか、俺引き良かったんじゃないですか。その他のね方がどんな感じだったか分かんないですけれども、こいつからかな、いきなりクラウスという新しいやつを当てて、かつロイヤルオーク。できればね、シールとかも欲しかったんですけどね。まあ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 、でも結果としては全然悪くなかったんだよ、流れかなと。で、これを踏まえてですよ、ほらここ交換できるじゃないですか。で、クラウスは出たんで、で俺プリシラ持ってるんで、ティオレかライネスかカティア、この3分の1でどれかかなと思っておりますけれども、この辺もね、なんか使ってる人よく見るもんな。ティオレは進化前で使ってる人が多いかな、どちらかというと。ライナーズ、この辺も強いけどね。どれにいたしましょう、悩みどころではありますね。ここはちょっとまた保留かなまだちょっと悩んでおりましてねちょっと保留ですかね、ここは。交換をじっくり考えて、裏の方で交換はしておこうかな。次回ね、ご紹介させていただければなと。交換したやつはいいかなと思っております。はい、ということで本日はレアガチャ新フェスゲン登場記念ゴッドフェスということで、10連分引かさせていただきましたということで、また次回とかでお会いしましょう。またねー、バイチャー。